今日はガンショット、ガンショットを体験させてもらいます。一体どんな衝撃が来るんでしょうか。Try. All right. All right. Then, like this. Thumbs. There you go. Ooh. こうか。Little high. There.Yeah. We'll see. Ah, gross. Use your other eye. There you go. Oh. There you go. Light eye. Put your finger on the trigger till you're ready to fire. Ah, okay. Then, like this? Just like that. Keep your thumbs. Yep. Ooh. There you go. Shock. Big. Watch your thumb. There you go. ちょっと想像以上の衝撃ですよこれ。今からお手本を見せてもらいますよ。お、わあ、オールモストヒット。Just like that. Like that? Perfect. Perfect? Yeah. Oh, stop. Huh? Safety? Safety, ah, okay, there you go. What the impact? すごい。ラッシュアップ。あれし、ああ、すごい衝撃だ。ああ、ありがとう。ジャンマーケットに連れてきてもらいました。ちょっとなんかこう日本っぽいものが作れるような、料理できるような食材があればいいなと思ってちょっと探したいと思いますが、こちらお米のそうなんですけど、まあ日本の米っていう感じではないですね。お、こう缶のコーヒー、なんでアメリカにはこういう缶のブラックコーヒーないんですかね。もっと普通に売ってほしいですよね、こういうの。こういう青ネギはあるけど、やっぱこう日本でいうとこの長ネギがあるとね、日本の味を出せるんですけど、ちょっとまあこんな感じか、これなら近いかな、近い味が出そうな気はしますが、どうでしょうね。
醤油、わさび、そして七味。あ、なんかこのエリア期待できそうだな。だし聞いたやつありそう。あ、味噌汁あるじゃん。味噌汁、味噌汁あるよ。あったー、だし。だしがあればもう大概のものうまく作れるから、これはいけますね。だし発見。豚バラとかもあるけど、基本こういう塊で売ってるから、まあ、カットしないといけないですね、料理するなら。ビーフも全部こんな感じでドーンと塊で売ってます。はい、というわけでもうシンプルに、もう味付けはもうポン酢だけ、だしで煮ただけの豚、ネギ、もやし、そしてご飯でなんか水炊きっぽいものを作りました。いただきます。というわけでオクトーバーフェスに来ました。オクトーバーフェスといえばビール。というわけで今日はさまざまなビールをこちらで堪能いたします。行ってきます。